というわけでね今回は「首藤流の名脈」っていうねウルズの3セット効果バルハザクの装備ですねについて検証していきたいと思います。でこの装備のセット効果なんですけど体力のの自動回復がゲージの最大値までで持続すするっていうスキルですこのスキルの回復速度はどんなもんかなって思って調べようと思ってたらちょっと面白いことまで。 分かったので今回紹介していいいきたいと思いますでまた今回も時間かかっちゃったんでもしよかったら紹介する時とかリンクとかガンガン貼っちゃってください。セシカがやってたよみたいな感じで。で今回も HP を150等分して一応もう1ずつ見れるようにして検証しました。今回も検証動画なんだけど答えから言っちゃいますと1秒で1回復していました。なので60秒たったら60回復しております。 クエストに5分いたら300回復していることになるかな。で、それだけで終わればよかったんだけど、ちょっとね、この後に変なことに気づいちゃったんですよ。このね、赤ゲージの回復速度見ててもらいたいんですけど、これが1秒に1回復じゃないんですよ。で、どういうことかというと、もうちょっと待ってね。そしたら、緑ゲージになるんだけど、その瞬間、回復速度上がっていくんですよ。 こんな感じでってことはこのウルズのセット効果が赤ゲージに乗ってないっていうことなんですよもう一回拡大して流しますんで見ててくださいこんな感じで回復速度が違うんですよなのでもう赤ゲージの回復速度を検証することになりましたで、えー、動画ですのでフレームで最後の2桁表示されてるんですけど30フレームで1秒 なんで1フレーム0.03秒ぐらいで計算すると1秒と14フレームのプラマイ1フレームでだいたい回復してたんで1.42秒で1回復してるような感じですねなので回復速度アップを持っていない場合はウルズの1.4倍遅いっていうことになりますねだいいただいたい1.4倍で 割合回復の可能性も考えて HP の最大値を100とか150200とかに変えて試したんですけど1秒に1回復は変わりませんでしたでついでに回復速度レベル3と、えー、回復量レベル3についても調べましたで回復速度レベル3の場合は赤ゲージの回復速度が、えー、11もしくは12フレームぐらいになってました 秒ぐらいウルズのセット効果には乗っていませんでした1秒1回復は一緒でしたで回復量アップなんですけどこれは乗っていました1秒に1回回復するのは一緒なんですけど10秒後10回回復した後に13回復してましたこれが伸びた瞬間を0秒としてスタートして10回回復した後要は10秒後になったんですけどちょうど。 伸びた瞬間に止めた映像ですですので差が13あるので体力回復量アップは乗ってるっていうことになります1.3倍今回のウルーズサンセット効果のまとめとしてはスキルは緑ゲージの時にしか発動してない回復量は1秒に1回復体力回復量アップスキルで1.3倍まで伸ばすことができます赤ゲージの回復速度が 1.4秒ぐらいなので回復速度アップスキルをつけないとウルズの効果が発動するまで赤ゲージの間は回復スピードが落ちるっていうちょっともったいないことになりますちなみに回復薬は35回復薬グレートは70回復していましたこんな感じで検証動画や装備の紹介動画も作っていますのでよろしかったら見ていってください毎晩 ライブもやってますので遊びに来てください。視聴者参加型でやってます。というわけでチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。